パドレーグ・ハリントンはアイルランド・ダブリン出身のプロゴルファー。2007年のジオープン優勝者になり、2008年2次オープンと全米プロゴルフ選手権でメジャー大会に連勝を達成した。これまでに欧州 PGA ツアーで通算15勝、アメリカ PGA ツアーで6勝を挙げ、2006年11月に日本のダンロップ・フェニックストーナメントで、 国際試合初優勝がある。世界ランキング自己最高位は3位。身長1 8 5トル体重8 3ラム4歳から父親の手ほどきでゴルフを始め、1995年にプロ入り、1996年5月にプジョースペインオープンでツアー初優勝。同年からワールドカップでアイルランド代表選手になり、 ポール・マキンリーとコンビを組んで連続出場を続け、1997年にこの大会でアイルランドを優勝に導いた。1999年からアメリカ代表チームとヨーロッパ選抜チームによる団体戦、ライダーカップのヨーロッパ代表選手に選ばれ、以後2002年、2004年、2006年と4回連続で出場を果たす。1999年以来、 ハリントンはヨーロッパゴルフツアーの賞金ランキングでコンスタント20位以内に入り2000年2003年2004年に年間2勝ずつを記録してきた2005年3月にアメリカ PGA ツアーのホンダクラシックでアメリカツアー初優勝を果たし3ヶ月後のバーグレーズクラシックでも優勝してアメリカで年間2勝を挙げる2006年10月ハリントンは スコットランドのセントアンドルーズにある R&A ゴルフクラブで行われた高額賞金大会のアルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権で優勝し、ようやく欧州ツアーで初の賞金王に輝いた。欧州賞金王を決めた後、ハリントンはダンロップ・フェニックス選手権で来日した。最終ラウンドを終えて、タイガー・ウッズと9アンダーパーで並び、プレーオフ2ホール目でハリントンが勝ち、 ウッズの大会3連覇を阻止した。2007年の全英オープンでは、4日間通算7、アンダーアッパーで並んだセルヒオガルシアを4ホールのプレーオフの末破り、この大会でメジャー大会初優勝を果たした。翌2008年の全英オープンでも、4日間通算 3, 3オーバーパーで2位のイアンポールターに4打差をつけて優勝し、全英に連覇を達成した。続く、 全米プロゴルフ選手権でハリントンは4日間通算3アンダーアッパーで回り2位のガルシアとベンカーティスに2打差をつけて初優勝したヨーロッパのゴルファーとしては全英オープンに連覇は102年ぶり全米プロゴルフ選手権優勝は1930年のトミー・アーマー以来78年ぶりの異業となった全米プロゴルフ選手権優勝後ハリントンは 世界ランキングを自己最高の3位に挙げた。ハリントンの他のメジャー大会での主な成績は、マスターズで2002年2008年の5位、全米オープンで2012年の4位などがある。国際スポーツ振興協会のインターナショナルアンバサダーとして、スポンサー契約を締結している。2016年6月より、腕時計ブランド、ジャーマースタビーのアンバサダーを務める。ありがとうございます。